皆さんこんにちは。郡山市ふれあい科学館スペースパーク天文担当の佐藤です。この度スペースパークではお家でも宇宙や科学のことを楽しんでいただくために YouTube を使った動画配信をスタートすることになりました。これから星空や宇宙に関する動画や実験工作の動画を配信していきますので、お家でじっくりとお楽しみください。今回はシリーズ第1弾として三鷹でスペースパークをお送りします。この動画では国立天文台 4D2U プロジェクト提供の天文シミュレーションソフト三鷹を使用します。このソフトは実際の観測データをもとに宇宙の姿を描き出します。地球から宇宙の果てまで不思議で面白い宇宙の世界をご紹介したり、コンピューターシミュレーションをもとに映像化されたムービーを使って宇宙の成り立ちを詳しくご紹介していきます。毎回テーマを設けてご紹介しますので、ぜひ宇宙を感じてみてください。第1回となる今回は地球から宇宙の果てまでをめぐって宇宙の姿を見ていきましょう。それでは早速始めていきましょう。今画面の下の方に見えている黒い部分が地球です。私たちは夜に出てきたため真っ暗になっています。地球は自分で光り輝く星ではありません。太陽の光を浴びて当たっているところが明るく見えます。回り込んでみますと青い海や緑色の大地など美しい姿が見えてきます。これが私たちがいる地球です。そんな地球はまるでコマのように自分自身でぐるぐると回転しています。時間を進めて見てみるとこのように回っています。この動きは自転と言います。一回りするのに1日24時間かかります。地上で暮らす私たちにとっては回っている実感は薄いですが、こうして宇宙から見てみるとこの自転によって朝が来たり夜が来たりと一日の変化を起こしていることがよくわかります。そうこうしているうちにハワイにも朝がやってくるようです。それではこの地球を後にして広大な宇宙へと出かけていきましょう。地球を離れて最初に見えてきたのは月です。月は地球の周りを回る衛星です。地球から月までの距離はおよそ38万キロメートル。これは新幹線で例えると2ヶ月ほどかかる距離です。ここで少し拡大して月の運動の様子を見てみましょう。月が地球の周りを回っていることがわかります。このようにある天体の周りを別の天体が回ることを公転と言います。地球の周りを月が一周するのにおよそ27日かかります。また月も自分では光っていません。太陽の光が当たるところが明るく見えます。これを地球から見ると三日月や満月などいろいろな姿に見えてきます。それではさらに遠ざかっていきましょう。太陽や水星、金星といった天体たちが見えてきました。ここでまた時間を進めてみましょう。地球が太陽の周りを公転していることがわかります。地球が太陽の周りを一回りするのに1年365日かかります。
また水星や金星も同じように公転しています。このように太陽の周りを回る天体の中で特に大きいものを惑星と言います。宇宙ではコマのように回転する自転や太陽の周りを回るような公転は当たり前のように起こっています。そう考えると宇宙は回るのが大好きなんですね。ちなみにこの惑星たちの動きを見ていて何か気がつくことはありませんか？よく見てみると一番太陽に近いところを回っている水星が最も早く動いています。次に金星、地球、火星と外側へ行くほど遅くなっていることもわかります。この法則をケプラーの法則と言います。火星の外側には小惑星帯という場所があります。たくさんの点が見えていますがこの点一つ一つが小惑星という天体たちです。数百メートルから100キロメートルほどの岩の塊のような天体が数十万個もあると言われています。その中には小惑星探査機はやぶさ2が探査した小惑星リュウグウもあります。その小惑星帯の外側には太陽系最大の惑星である木星、さらに外側には大きな輪を持つことで知られる土星、さらに天王星、海王星と惑星たちの姿があります。こうして太陽の周りにはたくさんの仲間が回っていて一つの家族のような構成になっています。これが私たちがいる太陽系です。さて太陽系の外へとやってきました。ここから先は夜空に輝く星座を作る星たちの世界です。見えてくる星は太陽のように自ら光を放つ恒星です。まずは一光年という線が見えてきました。この一光年とは光が1年間で進む距離のことです。この世界で最も速いものが光です。1秒間に30万キロメートル、地球を7周半もできてしまいます。その光が1年で進む距離はキロメートルに直してみるとなんと9兆5000億キロメートルにもなります。もう想像もつかないくらいの数字ですね。数字が苦手な方は数字は気にしなくても大丈夫です。ここで重要なのは光が1年かけてここまで来るということです。そしてここまで来てもまだ太陽以外は何もありません。それだけ宇宙は広いということになるんですね。では一番近い星はどこにあるのでしょう。もう少し離れてみると見えてきましたね。アルファケンタウリという星があります。これが太陽に最も近い恒星です。その距離はおよそ 4.2 光年。皆さんのお家からお隣の家までは1分もあれば着いてしまうと思います。しかし宇宙ではこの世界で最も速い光に乗ってきたとしても隣の星に着くまで4年以上もかかってしまうことになるんです。そしてこの辺りまで来ると夜空でも馴染みのある星たちが見えてきます。冬の星座として有名な大犬座のシリウスや子犬座のプロキオン、七夕の星として親しまれている織姫星のベガや彦星のアルタイルなどはこの辺りにあります。夜空でもおなじみの星たちの多くはこうして比較的太陽に近いところにあるため明るく輝いて見えるんです。
もう少し離れてみましょう。すると向こう側にはサソリ座のアンタレスや乙女座のスピカなどがあります。さらにはオリオン座のベテルギウスも見えてきます。この辺りの星々も比較的馴染みのある星たちです。しかし先ほどの星たちと比べますと随分遠い場所にあることがわかります。遠いけれども明るいという星には一つ理由があります。その理由は単純に大きいからなんです。大きい分より多くの光を届けることができるため、遠く離れた場所でも明るい姿を見ることができるんです。こうして宇宙には数えきれない星がありますが、この星たちはどこまでもあるわけではありません。今向こう側にぼんやりとした雲のようなものが広がっています。あれは天の川です。その天の川を見ながらもっと離れていくと少しずつ変化が現れます。何やら光を放ちながら一つの塊となっていきました。これが天の川の正体です。真ん中がぷっくらと膨らんだどら焼きのような姿をしています。そしてこれを上から見てみるとぐるぐると渦を巻いた形をしています。これが私たちがいる銀河系です。この銀河系の大きさは直径およそ10万光年、そしてこの中には2000億個もの星があると言われています。太陽はそのうちの一つです。しかも賑やかな中心部ではなく外れの田舎のあたりで輝いているんです。さあ、宇宙はまだまだ続きます。ここから先は銀河系のようにたくさんの星が集まる銀河の世界です。見えてくる点はすべて銀河を表していますのでご注意ください。さて、アンドロメダ銀河という天体が見えてきました。このアンドロメダ銀河は私たちの銀河系のお隣にある大銀河です。その距離は230万光年。思い返してみますと、1光年が光の速さで1年で進む距離ですので、このアンドロメダ銀河から出た光が地球に届くまで230万年かかります。アンドロメダ銀河は秋の夜空で見られる天体ですが、その見える姿は実際は230万年前の姿ということになるんです。それではこの銀河という天体たちは一体いくつくらいあるのでしょうか。ここから一気に宇宙の果てまで行ってみたいと思います。一つ、2つ、3つ、4つとたくさんの銀河が見えてきています。繰り返しになりますが、この点一つ一つが何千億もの星が集まる銀河です。そしてその銀河が今これだけ発見されているんです。もう数えきれないくらいですね。これは決してデタラメではなく、実際に観測されたデータをもとに再現しています。現在までこれだけ多くの銀河を天文学者たちが調べてきたというわけです。しかしこれでもまだ宇宙のほんの一部に過ぎません。回って見てみきますと、まだ観測されていない部分もたくさんあります。この真っ暗な部分はまだ調べていない部分です。おそらくこの辺りにも銀河はあると予想されていますが、どのように広がっているかは分かりません。
さらにこの銀河の広がり方を見てみると、ところどころ銀河が集まっている場所があります。そのようなところは銀河団と呼ばれています。逆に銀河がない場所もあります。ここはボイドと言います。このように宇宙を広く見ていると、銀河が密集していたりいなかったりと、広がりにムラがあることがわかります。このような宇宙全体の構造を宇宙の大規模構造と言います。どうしてこのような姿をしているのでしょう。そのヒントがこの先にあります。138億光年という線とともにカラフルな模様が見えてきました。これは宇宙が誕生してからおよそ38万年後に放たれたと言われている宇宙背景放射というものです。宇宙は138億年前に小さな火の玉のような状態から急激に膨らんだビッグバンで始まったと言われています。ビッグバン直後は光や素粒子と呼ばれる物質などが衝突し合って、見通しの悪い混沌とした世界でした。宇宙が広がるにつれて温度が下がっていくと、素粒子同士が結びつき、水素やヘリウムという原子を作っていきます。すると光がまっすぐ進めるようになり、見通しも良くなっていきました。その時の光がこの宇宙背景放射です。そしてこの光からもわかるように、当時のものの集まり方にはわずかなムラがありました。それが現在の宇宙の構造を作るきっかけになったと考えられています。それでは最後にコンピューターシミュレーションをもとにしたムービーを見てみましょう。こちらは生まれて間もない頃の宇宙です。青い部分は未知の物質と言われているダークマターを表しています。ダークマターは光を出さないため観測することはできていません。しかし質量を持っていることが分かっています。この質量があると、物を引きつける力である重力が働きます。この重力によって、はじめはほぼ均等に広がっていたダークマターに変化が起こります。ほんのわずかにダークマターが多かったところで、ダークマターが集まり出します。そうしてできたダークマターの塊の中で白い点が輝きます。これが銀河です。こうしてダークマターが集まったところに、銀河の集団、銀河団ができていきました。一方、ダークマターが少なかったところは宇宙の広がりに合わせてどんどん薄くなっていきます。その空間は銀河が生まれることなく、何もないボイドになりました。最初のわずかな村が138億年の時間をかけて広大な宇宙の構造を作っていったことがわかります。出来上がった宇宙の姿を見ていきましょう。ダークマターが集まったところに銀河の集団、銀河団ができています。そしてそのダークマターの塊同士もお互いに引き合い、銀河がまるで網の目のように連なっている様子も見えています。これが現在の宇宙の姿です。
さて、再び宇宙の様子を見ていきましょう。138億光年から外側には何もありません。つまりここが宇宙の果てといえます。これはここから先が観測できないからです。先ほどご紹介したように宇宙は138億年前に生まれました。その生まれた直後の光は138億年の時間をかけて私たちまで届きます。地球から見たとき138億光年より先にはまだ宇宙が存在していないため、どうしても観測することができないのです。いわば見えない壁がそこにあるかのようなんですね。さて、今回は地球から宇宙の果てまでやってきました。それではここから一気に私たちの地球まで帰っていきたいと思います。宇宙には数えきれないほどの銀河があり、その銀河の中には何千億個もの恒星が輝いています。そして最近の研究では恒星の周りには当たり前のように惑星が存在することも分かってきました。観測が進むにつれて少しずつではありますが、着実に宇宙の理解が深まっていきます。これからもどんどん宇宙の常識が新しくなっていくことでしょう。地球まで戻ってきました。今回は地球から宇宙の果てまでを旅してきました。
今見てきたように、私たちは広大な宇宙の中で銀河系にある太陽の周りを回る青い地球の上で暮らしています。私たちが宇宙へ出かけることはまだできませんが、星空を通して宇宙を感じることができます。今度夜空を見上げるとき、星々の先に広がる広大な宇宙を想像してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。